それでは馬場管理主による定例会見を行わせていただきます。よろしくお願いします。はい、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。まあ、この時期はですね、記者の皆さん方も異常の時期でございまして、まあ、数社担当が変わられるということでご挨拶もいただいております。まあ、お世話になりました記者の皆様方には心から御御礼申し上げたいと思いますし、新しく来られた記者の皆様方、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。冒頭ですね、今朝早朝ですね、相模原の方で、新庁舎施設の中で、凶暴な事件が発生をいたしました。また事件の内容等よく発表いたしておりませんけれども、まあ、大量の皆さん方が職員さん、また入所されている方々、そういう方々が、まあ、傷を負われた、まあ、命を落とされたということでございます。まあ、このような凶悪な犯罪が発生したことについて心から遺憾の意を表したいと思いますし、犠牲になられた皆様方には心からお見舞いを申し上げたいと思います。参議院選挙が先日終わりまして、大阪の方では引き続き先週大阪の門真市というところで市長選挙と、これに立候補いたしました府議会議員の公認を占める補欠選挙がございました。一昨日投票がございまして、市長並びに府議会議員、両ポストがですね、大阪維新の会の公認候補にお預けをいただけるという結果になりました。まあ、門真市というところは人口約12万人の町でございます。今まで、大手企業の、まあ、城下町ということで、非常に、まあ、民主系、また共産系の強いところでありましたけれども、まあ、この地において、市長並びに府議会の議席を引き続きお預かりすることになったということは大変喜ばしいことだと思いますし、まあ、大手企業の城下町であるがゆえに逆に今衰退、大手企業とともにですね、衰退をしている力がなくなってきている自治体でございますので、まあ、大阪維新の会のこの維新スピリットを持ってですね、門真市がまた活性化されるということを心から期待を申し上げたいというふうに思います。で、今日は一つ喜ばしいお話をさせていただきたいと思います。まあ、すでにメディア等で、報道もされておりますが、かつて維新の党時代に議席を共にしておりました、吉田豊文議員、昨年10月の維新の党の離合集散の際にですね、まあ、諸般の事情から一人で無所属で党分活動していくということで、まあ、地道に寂しく活動しておられましたけれども、まあ、参議院選挙が終わってですね、これからまた秋の臨時国会もあるということで、まあ、昨日富山県の方で記者会見をされまして、大阪維新の会に入党をしたいということで、今朝入党に関する書類を頂戴をいたしました。まあ、即刻常任役員並びに国会議員団の役員に、この、入党の手続きを行いまして、持ち回り決裁で、全員一致で吉田議員の入党が認められました。同時に国会内での大阪維新の会の会派にも入団をするということで、先ほど手続きを終わらせていただいたところでございます。これによりまして、大阪維新の会の所属国会議員、衆議院議員15名、参議院議員12名、計27名ということになりました。まあ、参議院の方ではご承知のように11名を超えて、法案提出権を得ることになりましたし、まあ、衆議院の方では今まで、45名の定員の特別委員会、これは議席が1議席しか与えられませんでしたけれども、15名となったことによりまして、2名の
してですね、今度は来たるべき衆議院選挙にも備えていかなければなりませんので、これからもですね、引き続き、まあ、衆議院においても法案提出権の得られる、まあ、21名を目指してですね、活動を行っていきたいというふうに考えておるところでございます。なお本日入党また入団いたしました吉田豊文議員は、所属委員会については今まで所属をされておられました安全保障委員会、また地方創生に関する特別委員会、TPP に関する特別委員会の所属ということで決定をさせていただいたところでございます。で最後に今週29日金曜日19時半午後7時半から大阪本部で戦略本部会議を行わせていただきます。詳細はまた決まり次第この方からご連絡を申し上げますのでよろしくお願いを申し上げたいと思います。で本日は以上でございます。それでは本日入党いたしました吉田豊文議員から皆様方に一言、ご挨拶申し上げます。今ほどご紹介いただきました衆議院議員の吉田豊文です。本日大阪維新の会の方に入党願いをさせていただき、そしてご了承いただきました。新スピリットをしっかりも、そしてそれを行動で示すことで大阪維新の会の改革に重要な全力で頑張ってまいりたいと思いますということでございます。よろしくお願いします。それでは質疑応答とさせていただきます。挙手の上所属お名前を述べてからご質問くださいますようよろしくお願い申し上げます。今日は関です。よろしくお願いします。馬場幹事長にお願いします。冒頭の発言であったんですけれども、その党勢拡大についてお願いします。この日は先ほどおっしゃったように16人になりまして、衆院の方でも15人になったわけですが、全国での地盤という関西以外のですね、党勢拡大の視野に、今後発動されていかれると思うんですけれども、改めてその党勢拡大に向けた方針とですね、その実現したい重点政策やその国会での取り組みについて、どういうことですか。はい、この度の参議院選挙で私の役目はですね、北は北海道から南は九州、沖縄まで全国関係してこいということで、20余りの都道府県、街頭演説等で回らせていただいてまいりました。やはり各地に行ってですね、大阪維新の会の今までの改革を直接お訴えすると、やはりあ、そうなんだと、そういうことをやってくれている政党はあるんですねと、そういう政党に期待したいですというお声を、たくさんいただきました。また数年前に比べて地方議員の数もですね、どんどんと、今増えてきているという状態でございますので、井上秀隆組織局長とも相談をいたしまして、今後各ブロック、日本列島各ブロックに分けてですね、担当国会議員を決めて、その中で、足がかりをですね、作っていっていただくと。で、そこから拡大をどんどんしてですね、やるべき衆議院選挙の時には最低各都道府県の一区、すなわち県庁所在地のあるところですね、そういうところにはお茶を擁立していくということを目標にやらせていただきたい。早速その会議も開いていただくように組織局長にはお願いしております。どうなんでしょうか。すいません。あとその今後実現したい、重点政策や国会での取り組みについて。まずですね、やはり身を切る改革、これは参議院選挙でも一貫して申し上げてまいりました。国会にそれを照らし合わせますと、やはり東北大震災の時にはですね、国会議員の報酬2割カットしてたんですね。ただしこれ、次元立法ということで、消費税が増税された 8% になった直後にですね、我々の報酬が2割に上がってしまったんですね。ですからもう一度やはり九州でも大きな震災が起こっています。昨日は桜島で久しぶりの大噴火というもの
ためにも、まあ、国会議員の身を切る姿勢というものを示すために、まず9月の臨時国会ではこういった問題について、早速参議院でですね、まあ、法案を出していきたい。またずっと発生していますこの政治とお金の問題、政治資金規正法とかですね、公職選挙法、公職選挙法については政党の地域支部、選挙区支部の名前であれば、その地元の有権者に対して寄付ができるという、まあ、判断をされている方々もいらっしゃいますので、これについては私は立法の精神から言ってですね、立法事実から言って、やはりお金を、こう政治にお金をかけない、お金がかからない政治をやっぱりやろうということで、この公職選挙法、政治資金規正法をできておりますので、そういう、まあ、立法事実に基づいたですね、法案になるよう、法律になるように、こちらの方も、まあ、法案を提出をしていきたいというふうに思います。あとは、まあ、言われております補正予算ですね、20兆円規模の補正予算を提出されるというふうに聞いておりますので、よく中身を吟味させていただいて、できれば、まあ、修正等も行っていきたいというふうに思います。まあ、今やはり日本の経済状況を考えれば、国民一人一人の懐を温めることが最優先事項でですね、やたらめったら公共事業をしたりしてもですね、そういうことにつながらないと思いますので、まあ、私たちが実践しています教育の無償化、大阪では私立高校の授業料無償化とか、子どもたちの塾代助成というものをやっていますので、そういう形で、この国民の可処分所得を増やしていくための補正予算を、まあ、要求しているということになると思います。で、最後にやはり憲法改正、です。衆参で3分の2の改憲派と言われる、議員が誕生いたしましたので、やはり9月の臨時国会からはですね、積極的に憲法審査会開いていただいて、そして各政党が何を改正すべきなのか、それをもう真摯に出し合ってですね、議論を進めていくということを、まあ、牽引役として我が党がやっていきたいというふうに思います。その他ご質問ございますか。吉田議員にお伺いしたいんですけども、まあ、今回このタイミングで入党ということを決めた理由とですね、あと政策的に大阪維新の中でどんなことをで力を発揮していきたいかということを、あ、毎日のまとめ。このタイミングでということですけれども、まあ、参議院選の参議院選の結果を見て、私自身は富山の国民に在する国会議員ですけれども、特にこの保守国の富山国民においてやはり有権者の皆様がきちっと選ぶべき選択肢を今求めていると感じました。その意味では大阪維新の会こそがこの自民党公明党の今の与党に対して中身を持って戦える唯一の政党だろうと強く感じています。それからもう一つは、具体的に実現したい政策ということですけれど、それは特に今憲法改正という話が問題になっていますが、私自身は、この一票の格差という一票の平等というところにつながる話ですけれども、このことについても、地域地方におる議員としてやはり人口割だけによるこの国会議員の配分とか、そういうことが国家のこれからの人口発展に大きな問題になっていくと思っています。そのことと大阪維新の会が、掲げている同州制による地域のことは地域で自立する地域、そのことをつなげて私は実現していきたいというふうに思っております。その他ご質問です。あ、ゆきりしゃくの本です。あ、続けて吉田議員に、今後は富山維新の会とかを含む予定、まあ、ここから考えば、はい、今ほど小川幹事長からの話にありましたけれども、大阪維新の会として全国に党勢を拡大していく、その中にあって北陸という地域、いう市
選手という地域は地域の隣ということになります。また自分が申し上げましたように、保証国だとその中ではもっと期待される政党というものが一番国民は求められているだろうと思いますので、党勢拡大にもちろんご支持いただいてですけれども、富山あるいは北陸においての拡大をしていきたいと考えています。幹事長に関しますけど、ね、昨日菅官房長官がテレビ番組の中で、憲法改正の項目について、憲法には環境問題の話もないと、あと環境問題について間違っていたと考えと、あとは国に関して県から一名選出されるべきだという意見もあると、現実問題としてきれいな議論をしていく価値はあると思っているということをおっしゃったんですが、この環境権、あと解消、自民党が再選公約を掲げてましたけど、これについて、お互いとしての考え、私はこれ憲法審査会で、海外視察にも行かせていただきました。その際公明党の斉藤議員さんともご一緒させていただいて、スペイン、ポルトガル等でですね、この環境権の実際環境権のある国で、いろんな、学者の方からヒアリングさせていただきました。環境権と一言で言ってもですね、地球規模、世界規模の問題から、隣の家の高さの問題まで幅広く私はあると思ってますね。ですからこれも、公明党さんがどういうことを想定されているのか、スペインの学者さんからは環境権を憲法に入れるのはよく考えた方がいいというお話もありました。やはりその文化的また経済的発展を阻害する可能性もありますというような話は斉藤議員とも聞かせていただいたところですので、公明党さんが具体的に環境権のどういうことを想定しているのか、これもぜひ憲法審査会でですね、出していただいて、公明党の環境権に対する考え方をまずお聞かせいただきたいというふうに思います。で、参議院の選挙制度の問題ですけれども、これ、必ず一つの都道府県から一人ということになると、今度はまた一票の格差という問題が発生してくるわけですので、どういう制度設計を考えておられるのか、結局は地方創生と言いながらですね、地方の、今力がないという問題で、これ人口減少して、過疎化も進んでいるわけですから、そういった問題も絡み合わせてですね、考えていかないと、国会議員の身分のことだけ、また党の頭数を揃えるということだけで、この参議院の選挙制度を提案されると、私はなかなか前に進まないかなというふうに思います。するかどうかをまず臨時党大会で決めるという規定に
になっています。これが、まあ、メインの議題になりますけれども、その際にですね、党名を変えるのか変えないのか、変えるとすればどういう名前にするのかということを、まあ、決定していきたいというふうに考えておりまして、今現在ですね、各ご当地維新の会並びに地方議員の皆さん方に、まあ、ご意向を寄せて、まあ、アンケートを取らせていただいているというところであります。最終的には党大会前に開かれます常任役員会で正式決定をして、臨時党大会に提案されるということになっております。その他ご質問ございますか？遠藤国大臣からちょっと報告です。まあ、国会日程でありますけれども、先ほども議運の理事会が行われました。8月のうちに3本特別理事会を招集するということで、菅官房長官がからご依頼がございましたけれども、民進党共産党さんからですね、3日では足らないと、 GPI 力の問題等も含まれているので、もうちょっと考慮しろということで持ち帰りということになりました。あさってもう一度議員の理事会が開催されて、その日程の幅を決めるということでありますけれども、ほぼこれ特別国会ですので、この立法というのは動くことはないと思うんですね。で、我が党としてもきちっと日程を確定してもらってですね、臨時国会の日程も12日だ、13日だ、またや26日だというお話もまだできていません。この状況の中できちっと、まあ、国会改革を我々は語っておりますので、時間の無駄のないように、そして、十分な審議ができるようにということも含めて、きっと申し上げておりますけれども、まだまだ今日も特別国会の日程においてですね、それから持ち帰ってやるとか、また日程を調整して今まで慣習慣例のようなですね、時間の調整と日程の闘争をしているということはなかなかいかんじゃないかなと思っておりますので、早期に確定をして、そして臨時国会の日取りも決めて、そしてさまざまな国民の懸案議論を深めていくということが大切じゃないかと思っておりますので、今そういう現状ですので、いつまでたってもこの状況は変わらないということを懸念をしておりますので、そういった日程闘争じゃなくて、真に国民に対する理解に深まるような日程をですね、早期に国民とできるように要望していきたいと思っておりますので、今日のところはこんな状況です。以上です。その他ご質問ございますか？では、これにて保護管理省の定例会見を終了。